彼とのコミュニケーションは簡単。野球のこと、食べ物のこと、何でも話すよ。このように大谷選手とのコミュニケーションについて語ったのは、ドジャースのベテランリリーフ、ダニエル・ハドソン投手です。ハドソン投手は2019年にエンゼルスとマイナー契約を結び、招待選手として大谷選手と共にエンゼルスのキャンプに参加していたことがあります。ハドソン投手はそんな経験を踏まえながら、当時の大谷選手と比較し、笑顔でこのように語りました。英語がかなり上手くなっていた。彼とのコミュニケーションは簡単。野球のこと、食べ物のこと、何でも話す。19年の時には少ししか知らなかった翔平のことをたくさん知れて楽しい。大谷選手も MLB7 年目ともなれば、それなりの英語力は身についています。チームメイトやスタッフとのコミュニケーションも円滑に行われているようですね。ドジャースの守護神、エバン・フィリップス投手は、大谷選手の英語力をこのように絶賛していました。翔平はチームメイトとコミュニケーションを取るために、これまで英語を一生懸命に勉強してきたのが本当にわかる。これから何年も彼と一緒にいて、もっとたくさん彼のことを知れることを楽しみにしている。さらに通訳を介さずに会話ができるため、いろいろなことが共有できると話しています。投球メカニック、フォームについてもたくさん話すし、どこに住んでいるか、どんなツールを使って毎日回復しているかについても話してきた。同じルーティーンを毎日続けているのが素晴らしいと思う。チームメイトとは野球に関する話題はもちろん、プライベートな会話も楽しんでいるようですね。チームを支えるベテランのミゲル・ロハス選手も、大谷選手がユーモアを交えてコミュニケーションをとっている様子をこのように明かしています。彼は実はかなり面白いんだよ。打者ミーティングの時に相手投手のことを知らないと、ところどころ面白いコメントをしてみんなを笑わせる。侮れないやつだ。いつも後ろの方にいて耳を澄ましているだけだが、コメントする時はとても面白い一面を見せてくれるんだ。一方、大谷選手は2022年のインタビューで英語での会話についてこのように述べています。もちろんそうしたい。英語ができるに越したことがないのは明らかですし、話せればポジティブなことしかないと思います。大谷選手は自分の英語にあまり自信がないようですが、英語で上手にコミュニケーションをとっている映像もかなり出回っています。話している英語はどれも短い単語レベルですが、発音は自然で、英語話者に囲まれながら習得していったものであることが伺えます。聞き取りの方はかなりできている印象があり、これまでに通訳を介したインタビューでもしばしば質問者の英語にうなずいており、通訳を通す前に内容を理解できている様子です。ハドソン投手やフィリップス投手も口を揃えてこのようにコメントしていました。Baseball is universal language. 野球は世界共通語。ドジャースにはスペイン語を母国語とする選手も多くいますが、ロッカールームはどこからともなく笑い声が聞こえてくるようないい雰囲気に包まれているそうです。彼らは野球を通して様々なコミュニケーションをとっているのでしょう。ということで、今回の動画では大谷選手のコミュニケーションスキルや英語力、チームへの影響力などについてコメントをたくさん取り上げていますので、ぜひ最後までご覧ください。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速参りましょう。翔平とはいつも打撃の話をしているよ。身振り手振りで伝える大谷のコミュニケーションスキル。シーズン開幕してすぐの頃から大谷選手のコミュニケーション力が発揮された場面が話題を呼びました。この日の試合でホームランを放った大谷選手はベンチに戻るとチームメイトにアドバイス。ラックス選手に身振り手振りを交えて助言すると、テオスカー・ヘルナンデス選手とも打撃談義を交わしている姿が映し出されていました。相手投手の投球の特徴を同僚に伝えていたと見られる大谷選手。この献身的な姿勢とコミュニケーションスキルに対し、SNS のファンもこのように反応しています。さすが。ベンチ内のやりとりがすごい。ラックスとめっちゃ話してるよね。この助言がラックスに効きますように。チームメイトと通訳なしで意思疎通してる。早速その効果が現れたのか、
ヘルナンデス選手は次の打席でツーランホームランを放ちました。さらに、6月のレンジャーズ戦でもホームランを放った大谷選手がベンチに戻ると、すかさずラックス選手が駆け寄ります。ラックス選手は相手投手の状態や球種、打ったボールなどについて聞いているのか、熱心に話しかけていました。大谷選手も笑顔を見せながら身振り手振りを交えて助言を送っているように見えます。研究熱心な姿勢にファンは好感を抱いたようで、SNS には好意的なコメントが並びました。すぐ情報を聞きに行くラックス好きです。頑張ってほしい。勉強熱心であり、大谷さんをリスペクトして何でも吸収したいと思ってるのかも。大谷さんに話聞きたくて待ってるラックスが愛おしすぎた。偉いな。またオールスター前日のホームランダービーに同僚のヘルナンデス選手の応援で駆けつけた大谷選手。対戦の最中には助言を送り笑顔を見せる場面がありました。1回戦を終えたヘルナンデス選手は NHK 中継のインタビューに応じ、大谷選手と交わした会話の内容をこのように明かしました。翔平からのアドバイスをもらったよ。左中間、なるべくセンター方向に向かって打てってね。また逆に大谷選手が打てなかった投手についても、もちろんベンチで情報共有をしています。開幕直後のカージナルス戦で、初対戦となる右腕オブライエン投手から三振を喫した大谷選手は、ベンチに戻る途中でフリーマン選手に声をかけ、相手投手の特徴を伝えていました。ダグアウトでは通訳を介さずに、ヘルナンデス選手、アウトマン選手、ラックス選手ら、下位打線のチームメイトとジェスチャーを交え、同投手の球種の軌道を伝達。試合後、大谷選手は会話の意図をこのように説明しています。僕がどう見えてるかの感覚を初めてのチームの選手たちは知らないですし、どういう風な感覚で見えてるかっていうのを共有するのは大事かなと思います。カージナルスは同じナリーグで対戦も多く、同投手と再戦する可能性があります。隙のない先を見据えた大谷選手の姿勢が現れていたのではないでしょうか。あのチェンジアップはえぐかった。大谷から投手の情報を得ているロハス。大谷選手が陰で見せるチーム意識をチームメイトが明かしました。ドジャースのミゲル・ロハス選手は、米ポッドキャスト番組、クリス・ローズ・ローテーションに出演。番組内で大谷選手の英語力を称えつつ、積極的にコミュニケーションを図り、チームに貢献しようとする姿勢を評価しました。司会者から、大谷とはよく話すのですか？彼はスペイン語が上手だと聞いたことがあるがと問われたロハス選手は、このように即答しました。スペイン語では話していないけど、彼の英語はかなり上手だよ。さらに試合中に交わす会話の内容について、このように明かしました。彼はいつも投手のことや試合の状況、どんな球が来るかなどについて話しているんだ。控え選手として試合途中から出場することも多かったロハス選手は、大谷選手から投手の情報を得ていたといいます。彼は打席から戻ってきて、あのチェンジアップはえぐかった。あの速球はこっちの方に曲がっていくなどと教えてくれるんだ。三振を喫してもそれを無駄にはしない大谷選手の献身的な姿勢を称え、ロハス選手はこのようにコメントしていました。たとえうまくいっていなくても、彼は打席でのフィードバックを与えてくれる。上位打線にいるから相手の投球をより理解できるように助けてくれるんだよ。投手の情報共有は野球界では一般的ではありますが、第二言語で伝えるとなると話は別。表に見えない場所でも大谷選手は勝利に貢献するために奮闘しているようです。僕が見たものを伝えたんだよ。お互いに助言し合うアウトマンと大谷。またこうしたチームメイトとのコミュニケーションが円滑に行われるようになったことは、大谷選手にとってもプラスに作用しました。4月8日、敵地で行われたツインズ戦に2番 DH で出場した大谷選手。2対2で迎えた7回、ドジャースが一発攻勢で突き放しました。先頭打者のアウトマン選手がフルカウントからの6球目を強振すると、打球はぐんぐん伸びて右翼席に飛び込む今季1号ホームランに。そして、2アウト走者なしの場面で、
大谷選手が逆方向に3号ソロを放ち、リードを広げます。左打者2人がチームに流れを呼び込み、チームの勝利に貢献しました。ベンチで喜びを分かち合った2人、試合後、米カリフォルニア州地元放送局スポーツネットロサンゼルスの公式 X は、レポーターのワトソンさんによるインタビュー動画を公開しました。その中で、あなたのホームラン後、2人の間でどんな会話があったんでしょうかと聞かれたアウトマン選手は、このように答えています。僕が見たものを伝えたんだよ。今までも何度もそうやって来ているんだ。彼が見たものを伝えてくれて、僕も同じようにしようとしている。彼がどれだけ僕の助けを必要としているかわからない。でも少しでも役に立てれば。同じ左打者ということで、投手の特徴やボールの見え方などを情報共有していたのではないでしょうか。今季のドジャースは、このような場面がいくつも見受けられます。常勝軍団として勝ち続けている理由が伝わってきますね。ベッツが語るとても大事なこととして、チーム内で大切にしているルーティーン。ドジャースの強さの秘密については、ベッツ選手も同じようなコメントを残しています。7月7日、骨折で離脱中だったベッツ選手は、本拠地で行われたブルワーズ戦で、地元放送局スポーツネットロサンゼルスの解説を務めました。同局のジョー・デイビス氏から、君たちは皆で情報共有をしていますかと問われたベッツ選手は、このように即答しています。ああ、毎日。試合中でも私たちは話し合っているよ。さらにその会話の内容についても言及しています。どんな球が投げられたとか、投げられなかったとか、とても大事なことなんだ。骨折して離脱する前は、1番ベッツ選手、2番に大谷選手、3番がフリーマン選手のベッタ2番の並びが機能。試合の序盤からこの誰かが打って流れをつかみ、試合を優位に進めるのがドジャースのお決まりの形でした。お互いに情報を伝え合い、結果につなげていた部分も大きいようです。ベッツ選手は情報共有の大切さについてこのように強調しました。大谷が感じるカイケルの見え方とフレディ、フリーマンの見え方では違うかもしれない。今は彼ら以外に打線に左打者はいないけど、マンシーが入れば見え方は3つになる。3通りの攻め方になるんだ。だから彼らで話し合うことはとても大事なことなんだ。エンゼルス時代にももちろん情報共有はしていたとは思いますが、ドジャースではより一層こうしたシーンが目立ちますね。精度の高い情報共有が当たり前のルーティーンとしてチーム全体に浸透しているようです。勝ち続けるためには全員が同じ方向を向く必要があると入団会見で語っていた大谷選手。このシーズンを通して常勝軍団の一員としてその強さの理由を肌で感じているのではないでしょうか。彼の英語はいい感じだよ。チームメイトが語る大谷翔平の英語力。MLB での挑戦を始めてから約7年、大谷選手は周囲とのコミュニケーション能力でも進化を見せています。一方で気になるのは、日本と公用語が異なる場所でのコミュニケーション。とりわけ今シーズンは、元通訳が起こした異例のスキャンダルにも巻き込まれて注目を集めていました。ただ、日々コミュニケーションをとっているチームメイトたちにとって、大谷選手の英語力は意思疎通の障壁にならないようです。ここからはチームメイトが語る大谷選手の英語力について紹介します。ミゲル・ロハス選手が語る大谷の英語力。ロハス選手は MLB ネットワークで放送のポッドキャスト番組ザ・クリス・ローズ・ローテーションに出演した際、大谷選手の英語力について言及しています。番組内で大谷選手のスペイン語のレベルについて問いかけられたロハス選手は、わからないなと即答。ロハス選手は大谷選手に英語で話しかけると言い、その英語力についてこのように断言しました。彼はかなり英語の単語を知っている。彼の英語は結構うまいよ。ここにいる年数からなのかな。チームメイトと話したり、MLB に関わったり。あれだけインタビューを受けてる中で、いろいろ英語を聞いてきたからかな。彼の英語はかなりうまいよ。僕が彼と話すときは通訳は必要ない。通訳がいなくてもコミュニケーションが円滑に取れることで、大谷選手のことがより知れるようになったと話しています。
彼のところに直接行って話したいことを話す。彼はダグアウトに戻ってきてチームメイトに投手が何を投げているか伝えるのがうまいんだ。これは世界共通言語だからね。試合に関することを話すときに英語を話す必要はない。ただ、彼は結構英語がうまいよ。よく英語に耳を傾けている。司会者から彼が汚い言葉を使うことはあるのかと尋ねられたロハス選手は、大谷選手のお茶目な一面を思い返して笑顔を見せました。彼は実はかなり面白いんだよ。打者ミーティングの時に相手投手のことを知らないと、ところどころ面白いコメントをしてみんなを笑わせる。侮れないやつだ。いつも後ろの方にいて耳を澄ましているだけだが、コメントするときはとても面白い一面を見せてくれる。オンとオフの切り替えができる大谷選手らしいエピソードでしたね。テオスカー・ヘルナンデス選手が語る大谷の英語力。今季からドジャースでプレーするテオスカー・ヘルナンデス選手は明るい性格でチームの盛り上げ役にもなっています。大谷選手と仲良くなったきっかけは2021年のオールスターゲームで以降は対戦するたびに挨拶を交わしてきました。春季キャンプの時もお互いの存在があるから新しいチームでも居心地がいいと話しています。共に第二言語で意思の疎通を図っている点が珍しく、ヘルナンデス選手によると大谷選手との間では通訳のアイアトン氏を介さないそうです。それよりも英語と大げさなハンドジェスチャーや表情で何とかすることを好み、彼は英語がかなりわかるし、僕も同じだとヘルナンデス選手は話します。さらに、コミュニケーションギャップが生まれた時は、それを修正するのも仕事の一部だと語りました。でも時々僕が何か言って彼がすぐに理解できない時があって、そういう時は自分のやり方で説明しなくちゃならないんだけど、彼が理解しているかがわからない。それは僕らの仕事の一部だと思う。お互いを理解し合って助け合って学ぶことが。僕らは言葉を一緒に学んでいる。互いに学び合いながらコミュニケーションを繰り返してきたことで、二人の絆もより一層強固なものになっていることでしょう。マックス・マンシー選手が語る大谷の英語力。米ポッドキャスト番組ファールテリトリーに出演したマンシー選手は、翔平が完璧な英語を話す姿を見たことがあると問われ、完璧っていうのは言い過ぎかもしれないなとこぼしました。しかし、大谷選手の勤勉さをこのように称賛しています。上手に会話はしているよ。だけど完璧な英語というのは言い過ぎだ。もちろん翔平は本当に一生懸命に取り組んでいる。すべてのことに対する彼の勤勉さを見ていれば、普通に会話ができていても別に驚くことではない。マンシー選手は完璧ではないと言いながらも、大谷選手の英語力が十分に高いレベルにあることを明かしていました。彼の英語力は十分なレベルにあるから、相手が言葉の壁を忘れて普段使いの言葉を投げかけてしまって、なんて言ったのとなることはあるだろうね。まだ通訳を使わないといけない場面はあるけど、かなりうまくやっている。細かなニュアンスを伝えたり、複雑な作戦を共有したりする場面では、やはり通訳のアイアトンさんのサポートが必要です。大谷選手もある程度は意味を理解しているでしょうが、万が一にも間違って解釈してしまったことが試合中のプレーに影響してしまわないように万全を期しているのでしょう。またマンシー選手は大谷選手がよく使用するフレーズを明かしてくれました。彼が打者ミーティングでよく言っているのはミドルミドル、ど真ん中かな。打撃コーチが選手それぞれに自分が考えていることを言わせるんだ。そしてプランを考えさせて、ミーティングをただ過ごさせないようにしているんだけど、翔平はほぼ毎回、ミドルミドル、ど真ん中か、チョップダウン、叩きつけるようにって言うね。もしかしたら彼の打撃はそれぐらいにシンプルなことなのかもしれない。実際、簡単に打ってるからね。語学力も日々向上しているという大谷選手。スターが並ぶ新天地でも異彩を放てる要因は、こうした舞台裏での進化も関係しているのかもしれません。ジェイソン・ヘイワード選手が語る大谷の英語力。7月23日、本拠地で行われたジャイアンツ戦の前に取材に応じたヘイワード選手は、大谷選手とのコミュニケーションについてこのように絶賛しました。打者だし話すチャンスは多い。同じ左打者だしね。本当によく打撃の話ばかりしている。
普通に話せるけど、インタビューの場面では通訳を使いたい気持ちはわかるな。自分が彼の立場だったら通訳してほしいと思うから。でも話していると、彼がいかにバランスが取れているかがわかるね。大谷選手のインタビューで最初に質問するスポーツネット LA のリポーター、ワトソンさんは、大谷選手の英語力についてこのように前置きしました。彼が以前どうだったかわからないけど、私が普段交わす会話だったり、チームメイトたちとジョークを言っているときは、問題なく英語を話していると思う。そしてこのように続けて断言しています。日常的な会話はハイレベル。野球の話はさらにアドバンス。上級で通訳はいらないレベルで話せると思う。インタビューで通訳を使うのは、自分の言ったことが間違って取られたり、間違ったことを言わないようにと思うストレスを避けるためだろうし、その気持ちはわかる。でも私が当初持っていた印象よりずっと理解しているんだなって思うし、実際本当に英語力は高いと思うわ。最も取材しているワトソンさんの言葉が大谷選手の英語力の証明かもしれませんね。アレックス・ベシア投手が語る大谷の英語力。救援左腕のベシア選手は大谷選手の英語力についてこのように太鼓判をしました。日本シリーズの話を翔平としたいと思っているんだけど、やはり日々の野球で忙しくなりがちでまだできていない。でも野球については毎日のように話すよ。僕は通訳のウィル、アイアトンと特に仲がいいから3人でもよく話すけど、そんな時の翔平は英語で話している。全く問題ない。このように大谷選手の英語はチームメイトからも評判が高く、2024年1月に行われた全米野球記者協会のニューヨーク支部が主催する夕食会に出席した際は、約2分間の全英語スピーチを披露。司会者も見事でしたとコメントするなど、英語力でも成長を遂げているようです。ロバーツ監督、首脳陣が語る大谷翔平のチームでのコミュニケーション。チームメイトたちも称賛する大谷選手のコミュニケーションスキルについては、ロバーツ監督も信頼を置いているようです。取材に応じたロバーツ監督は、通訳が変わったことで大谷選手の新たな一面を知った部分はあるかという問いに、このように答えています。とても意図を持って準備もしています。とてもいいチームメイトでもあります。対戦した相手投手に関しての情報や印象を、コーチやチームメイトとコミュニケーションをとって交換していて、それはとても助けになります。彼は学びたがっていますし、より良くなりたがっています。さらにロバーツ監督は、プレーでの活躍について、彼の才能は期待通りだったと明かし、人間性についてもこのようにコメントしています。彼がどんなに素晴らしい人間か実際に接して理解できた。常に幸せそうだし、安定感がある。一生懸命プレーし、周囲から学ぶ姿勢も持っている。彼は野球界の顔だが、それを理解してうまく振る舞っている。主力選手の離脱が重なり、シーズン中盤は安定した戦いができなかったドジャース。好不調が激しい中でしたが、ロバーツ監督は打線の軸となった大谷選手とフリーマン選手の存在に感謝し、このように言及しています。彼ら二人の存在は言葉で言い尽くせないほど、二人がチームを支えてくれた。スター軍団の中でも大谷選手の存在感は際立っています。ロバーツ監督からの信頼が厚いのは、それだけ大谷選手が普段からチームの勝利のためにプレーしている証ではないでしょうか。円滑なコミュニケーションを可能にしている大谷のチームへの気遣い。ドジャースは6月以降にベッツ選手が骨折、山本投手が右肩損傷、ビューラー投手が右股関節の炎症など主力選手の離脱が相次ぎ、戦力が大幅ダウンしました。そんな怪我人が続出しているチーム状況について大谷選手はこのように言及しています。ベッツはリーダー的存在の選手ですし、なかなか簡単に埋まる穴ではないと思いますけど。みんなでなんとかカバーしたいなっていう気持ちはみんな持ってると思います。ムーキー、ベッツも必ず戻ってくる。山本、由伸も必ずシーズン中に戻ってくると思うので、まずはそこまでみんなでカバーできればいいんじゃないかなと思います。さらに7月26日のアストロズ戦を前に打線を支えていたフリーマン選手も三男の感染症でチームから離脱。
中軸のフリーマン選手を欠いた打線はアストロズに連敗を喫するなど苦しい状況が続きますが、打線を牽引している大谷選手はこのようにおもんぱかりました。フレディの離脱に関してはもうしょうがない。しょうがないというか、もう本当に今は何の心配もなくというか、家族の元でサポートしてくれればなってみんな思ってると思うので、そのためにもやっぱりチームが勝って、こっち側は大丈夫だよっていうメッセージが一番大事なのかなとは思うので、僕らは現場でまだまだいっぱい勝てるように、その安心感を与えられるように頑張ればいいんじゃないかなとは思います。そしてこのように仲間を思い、チームの勝利のために懸命にプレーする大谷選手の振る舞いに、チームメイトも称賛を送っています。ドジャース専門のポッドキャスト番組、ザ・ドジャース・ブリード・ロス・ポッドキャストにゲスト出演した中継ぎ左腕のベシア投手は、大谷選手について、彼のルーティーンを毎日見られることは幸せだよ。彼はマジで本物だと、熱弁を振るいました。今シーズンの大谷選手は打者専念という限定的な状況ではありますが、ベシア選手はこのように称賛しています。いい言葉が見つからないけど、彼は本当にすごいよ。一緒のチームになってお互いに冗談を言い合える関係になるなんて、とても光栄なことだ。また大谷選手が見せるチームへの気遣いについてもこのように触れています。翔平はすごい選手であり、同時に思いやりのある最高のチームメイトでもある。自分のルーティーンを大切にするのと同じくらいチームのことも気にかけてくれる。ワールドシリーズに勝つために一丸になろうという中で、身勝手な選手がいたら不協和音が生まれるけど、彼はそういうタイプとは本当に真逆の選手だった。僕はどんな時も彼を応援したいよ。大谷選手がこのようにチームを思いやる気持ちを行動に移しているからこそ、チームメイトも大谷選手を慕い、円滑なコミュニケーションが実現しているのかもしれませんね。仲間の刺激ともなっている大谷選手のどんな時も彼を応援したいと言わしめるスター性は、世界的に見ても稀有だと言えるのではないでしょうか。さて、いかがだったでしょうか。大谷選手は英語力が高いだけでなく、チームメイトと積極的にコミュニケーションを図っていて、チームに良い影響を与えているようですね。ドジャース入団直後にフリーマン選手、ベッツ選手と共にインタビューに応じた大谷選手は二人から翔平をプレーオフに連れて行くと言われ、笑みを浮かべていました。そうして支えてくれたフリーマン選手、ベッツ選手が離脱した危機的状況では、戻ってくるまで自分が支えると言わんばかりに、今度は大谷選手がチームを牽引しました。そんな大谷選手から刺激を受けたチームメイトも、大谷選手の負担を軽くしようと積極的にコミュニケーションを取り、暗く沈みがちなチームを明るいムードに変えていましたね。シーズンも終わりに近づき、ここからはプレーオフの戦いにも注目が集まります。初めて経験するヒリヒリした9月を乗り越え、ドジャースを優勝に導く大谷選手の姿に期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、たくさんのコメントもお待ちしています。それではまた、次の動画でお会いしましょう。